ホセロドリゲス・マルティネスは、スペイン・バレンシア州アリカンテ県、ビジャホヨーサ、ラ・ビラホヨーサ出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。マッカビハイハイフシー所属。レアル・マドリード時代の同僚のヘセロドリゲスとは一時違いで、別人。レアル・マドリード地元アリカンテ県最大のクラブである、エル・クレス CF の下部組織を経て、2009年に、レアル・マドリードの下部組織に入団した。 その後は、各年代別代表にも選出されるなど、順調に昇格していき、2012年から、レアル・マドリード・カスティージャでプレー。転機となったのは、当時のトップチームの監督であったジョゼモ・ーリーニョに抜擢され、2012年10月31日に行われたコパデル・レイの CD ・アルコヤーの戦に、後半から途中出場、トップチームデビューを果たすととともに、デビュー戦で、 初ゴールも決める活躍を見せた。12月2日のアトレッティコマドリード戦でプリメーラ、ディビシオンデビューも飾り、12月4日のチャンピオンズリーグに出場、クラブ史上最年少でのチャンピオンズリーグデビューとなった。しかし2013年5月20日に、モーリーニョが解任されると、以後はトップチームに定着できず、再びカスティージャでプレーをした。 デポルティーボラ・コルーニャ分厚い選手層に阻まれ、トップチームに定着できず、2015年7月27日、デポルティーボラ・コルーニャに1シーズンの契約で、レンタル移籍。ガラタサライストークシティなどへの移籍も報じられたが、2015年7月31日に、ガラタサライに移籍。移籍金は発生しないが、契約期間中に他クラブへ移籍した際に、その移籍金の50%が、 レアルマドリード側に支払われる契約と報じられている。マインズ2016年6月29日、マインズに移籍。契約期間は4年間。9月19日の FC、アウクスブルク戦で移籍後初出場を果たすも、途中投入からわずか7分後に、ドミニクコールに見舞ったタックルで一発退場。試合後 DFB スポーツ裁判所から悪質性が、 高いとして5試合の出場停止処分が課された。その後は半ば戦力外となり、2017年1月31日、母国スペインのマラガ CF へ、レンタル移籍が決定。2016から2017シーズン終了後に、マインツに復帰。マラガイスラエルプレミアリーグのマッカビテルアビブ FC、エールディビジのフォルトゥナシッターとへのレンタル移籍を経て、 2019年8月18日、マラガに完全一席。3年契約を結ぶ。だが、クラブの財政難により選手登録はされなかった。2020年1月、CF、フエンラブラ大レンタル移籍。マッカビハイファー2020年9月10日、マッカビハイファイ FC に移籍した。ありがとうございます。